北口、京成大和田駅は、千葉県八千代市大和田にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号は、KS30。相対式ホームに面2線を有する、地上駅ダイヤ改正までは、日中時間帯で40分に1本の割合で、当駅を理解し列車が存在したが、2006年12月10日の、ダイヤ改正で土曜、休日ダイヤの一部電車で当駅始発。 終着が再設定された。自動改札機設置の有人駅である。改札口は、上り線側の南改札口と、下り線側の北改札口がある。北改札口は2018年3月16日までは、臨時改札口であり、月曜日引く土曜日は、始発9時及び16時終電まで、日曜日祝日は16時から19時のみ、利用可能で、それ以外は閉鎖されていた。 8000台台寄りにある港内踏切は安全を確保するため遮断管の効果、上昇速度が速くなっている。2019年度の1日平均乗降人員は9806人で、京成線内69駅中、第33位であった。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。駅東側には、国道16号、 北側には国道296号、千葉県道201号大和田停車場線、千葉県道262号幕張八千代線が走る。南改札口より東側に進むと、駅前ロータリー交差点が整備されている。かつて駅南側を中心に小規模スーパーを含む商店街が形成されていたが、1969年に立案された八千代市による、 大和田駅南地区土地区画整理事業により、線路の南側に位置する商店が立ち退きとなった。勘置処分を経て2020年5月19日付で生産が済み、事業立案から50年以上を要した区画事業がようやく完了した。駅前の区画整理で作られた土地は住宅が中心となっている。 八千代市役所千葉銀行を渡し支店北口より 1.5km の位置に東洋高速鉄道東洋高速線の村上駅が位置する。千葉県立柏井高等学校2010年8月2日以降、千葉グリーンバスの深夜急行バス、新橋駅発京成桜駅業の便のみが停車する。当駅開業当初は東洋バスや 電鉄直営時代の京成バスが多数発着していたが、東洋高速鉄道東洋高速線開業の影響で通常運行の路線バスは隣駅に集中している。ありがとうございます。